おはようございます。こんばんは、バディオです。さあ、今日もウォールロボッツ皆さんと一緒に見ていきたいと思います。いや、今動画のさ、画面を見ていてみんなワクワクしてんじゃない？ついに来たね。今回のギバウェイのプレゼントはベイロンです。ベイロンついに来ましたよ。応募期間はですね、下に書いてある通りですね、3月の22日もう過ぎちゃってますけど、29日の日本時間のね、3月29日の15日までです。一応この、プレイ ID を送信する期限が30日なので、この29日の15時日本時間で15時っていうのを、一応、応募の期限とさせていただきます。まあ実際にはね、抽選動画はもうちょっと夕方ぐらいに作り始めるので、まあ1、2時間ぐらいね、猶予はあるんですけれど、たまにね水曜日早く帰ってきてさ動画作り始めちゃうこともあるので、一応15時っていうことで、覚えておいてください。よろしくお願いします。今回のね、お題です。あなたのタイタンにはクオンタムを積んでますかっていうのをお題にしたいと思います。現環境ね、イムギとか、まあ特にねビークを積んでいる、機体が増えてきて、まあステルスで消えるシーン多いよね。で、それに対応するためには、まあ私はねもうタイタンにねクオンタム必須だと思ってるんですけど、戦って見てると敵のさタイタンでクオンタム積んでる人って意外と少ないなっていうちょっと印象を受けていて、それで今回 のお題はねこれにしました。あなたのタイタンはクオンタムを積んでいますか。まあちょっとねこの辺りちょっと、統計を取ってね知りたいなっていうのが本音ですね。で、積んでない方ぜひ積んでください。もうね、火力を増したり体力を増したりしたいのは分かるけれど、今ねタイタンで、クオンタム積まない と、音響消える、敵が多いので対応つかなくなりますよ。そこらはねやっぱちょっと感じてほしいので、ぜひとも、積んでほしいなっていうちょっ と、プロパガンダも含んでますけれど、まあ、そういう感じでお題としてはこれを選びました。プレイヤー ID に、プレイヤー ID を半角英数字でしっかり書いていただいて、お題の回答として、あなたのタイタンはクオンタムを積んでますか、イエスかノーかで答えていただければと思います。よろしくお願いしますね。さてですね、今回、話を戻すけれど、ギブアウェイベイロンついに来ました。ちょっとねステータスを見ていきましょうか。いやさ強いよこの子は、本当にみんな欲しいんじゃないの。ダメージが5700、射程が600のリロード8秒ですね。で、もうこれはエボラと同じですけれど、3秒間打ち続けるとバーストします。速度が 1.5 倍になります。で、全、総弾数、弾倉に入ってる全弾数の総火力は変わらないんだけれど、バースした後 1.5 倍になるので単位時間あたりの火力が 1.5 倍になるんだよね。まあ、だからの総火力は変わらないけど 1.5 倍の火力になります。ここまず覚えておいてほしいんだね。で、最近の傾向なんだけれど、音響にね、このベイロン積んでる人っていうのは結構増えてきました。私もそうだけれど、でね、音響エーテル対音響エーテルの戦いでさらにね上手い人って、着地してからね攻撃を始めるんじゃなくて、着地する前に攻撃を始めて敵よりもね早めにねこのバースト状態を作るっていうプレイヤーが現れ始めました。いやね強いんだこれが。もちろんさ、こっちもアビリティ使ったりとか、あとはノースライト、まあ、パラデインを使ってイージスを張ったりすると、まあ、打ち切った時にねこっちはミリって残ってるってこともあるので、そうするとさ逆転できたりもするんだけれど、まあねほぼほぼね完封して負けるね。まあお互いにさ無傷では絶対ないよね。もう近距離でさもう音響を打ち合ってるからさ無傷ではないんだけれど、どっちかが残るかっていうと先にバーストかかった方が残るんだよっていうのケースが非常に多い。それに気がついている上位プレイヤーがポチポチ出始めたってことだね。まだね音響持ってない人たちはさそういうさちょっとさその感触っていうのは分かんないかもしれないけど、まあ音響エーテルを使ってるとねそういうシーンはねちょくちょく出始めました。それぐらいさ今音響このね音響タイタン武器このベイロンとエボラっていうのは非常にね強力な武器なんだと思います。だから
今回の応募総数はね相当上がると思うんだよね。まあ普通に200は超えてくると思うんだけれど、あとはどれぐらい超えるかだね、ちょっと想像つかないですが、まあ250ぐらいいくんじゃないかな。まあ今回ね、実はさ、ちょっとこの企画をお届けする動画を上げるのが遅れたのは、クリエイタープログラム用のさウェブサイトなんですけど、そこが今サーバーダウンしてるんですね。でサーバーがダウンしているので、その今回のプレゼント企画の通知が来てないんですよ。で急遽ディスコードのクリエイター専用のチャンネルでアナウンスがありました。バイロンを今回のプレゼント動画にします、30日までに、プレイヤー ID 送ってくださいねって一応ねアナウンスがありました。で、そのプレイヤー ID を送るのが自分のね専用のページからじゃなくて、なんかねヘンチクリーンなさ急遽作ったさチャッチーウェブサイトから登録するの。これがさ、ここにね皆さんのプレイヤー ID を書いてさ、本当に運営がさ処理してくれるのかどうか怪しいぐらいチャッチーさウェブサイトなんだよね。なんでちょっと一抹の不安があるのは、今回当たった人プレゼントしたくてもさ届かない可能性実はあるんだよね。マジかよって思うでしょ。よりによってベイロンの時やめろよって俺も思うんだけど、本当に運営ちゃんとやってくれんだろうなって思いますけれど、私自身は何回も確認してしっかりやります。ただ、運営のウェブサイトがあまりにもチャッチーので、ちょっと微妙すぎてさ、微妙かなってちょっと思ってますんで、そのあたりご了承いただければと思いますね。と思うよね。よりによってベイロンの時当たってさ、それ送られませんでしたったらさ、もう来週からさバディオチャンネルはもう低評価の雨嵐だよね。すんげえ嫌なんだけど。ただね、そのチャッチーサイトにそのギブアウェイ用のギブアウェイのさ、この動画の今作ってる動画のね、こういうやつの URL 貼らなきゃいけないの。自分のさサイトから、プレゼント ID の、プレイヤー ID を送るときってそんなん全然いらなかったので、そうなってくると何が起こるかっていうとさ、身内に配ってたさ外国 の、クリエイターの人たちね、やつらはさもう全部自分の身内で配ってたりするので卑怯なやつらなんだけど、そういうことがね多分できないんだよね。ちゃんとギブアウェイのね動画作ってない人は正しい応募だって認められない可能性があります。で私はしっかり作ってやってるので多分大丈夫だと思うんですけど、まあね、だからね意外とさギブアウェイ企画としては、今まで以上に動画が上がる確率ありますんで、皆さんちょっとね注意して見てた方がいいかもしれないね。で私も、実はね、2本は持ってんだけど3つ目欲しいので、自分の動画ではさ、自分の企画には自分のプレイヤー ID 書けたり、書いたりするとさルール違反なんでやらないんだけれど、こっそりとさフクロウさんの、ギブアウェイ企画に応募しようかなと思ってたりするんだよね。こっそりね。もう雷くんが作ってくれるんだったらさ、雷くんの動画でもいいんだけど、まあどこでもいいんだけど、俺こっそり応募しようと思ってんの。そしてさ3つ目どうしても欲しいんで、ぜひとも当たって、当選してくださいぐらいの勢いなんだけどさ。いいよ、私のギブアウェイ企画にさ袋さん応募してくれてもいいよ。袋さんも欲しいとは思うだろうから。欲しいよねきっとベイロン。まあさ、まあお互いにさなんか当選してたりするとさ、なんかお前ら裏で手握ってんだろって言われそうだけどさ、あれだけれど、私は抽選動画しっかり上げてますんで、不正がないのは皆さん、ご存知だと思いますんで、こっそりさ私はちょっと応募しようかなって思ってたりしますけど、まあそれぐらい欲しいんだよねこの武器はさ。まあ、さっき話したっけ、5700でしょ、でベータのエボラが4300でさ1400ぐらいしか違わないんだけれど、エボラってさベータ武器なので、DP 貫通が 75% なのね、アルファ武器は乾燥すると DP 貫通 100% なので、実質 25% ほど火力が落ちてんだよね。4300の 25% ぐらい落ちてるってことは1000ちょっとぐらい落ちてるってことなの。実質だから3000ちょっとぐらいと、エボラは、エボラじゃない、ベイロンは 100% ダメージ入るのでね、実質ね、エボラとベイロンってね、DP 持ってるやつと戦うと威力がね倍ぐらい違うんですよ実は。
なんで、タイタン相手に戦う時ってベイロン2つ積んでいる、エーテルはねルチャなんかよりも圧倒的に強いです。圧倒的ですよ、本当に圧倒的。同じように打ち始めたらもう圧倒的にエーテル強いからね。ただルチャは リフレクター持ってるので、エーテルの場合はそのリフレクターをいかに早く使わせるか、その、リフレクター使ってる間自分がどう耐えるかっていうところが勝負になるんだけれど、まあタイマン勝負だったらね、もう音響エーテル使い慣れてる人だったらルチャ 100% 勝てる。それぐらいねベイロンの火力差っていうのはねあるんだと思っててください。だからエボラより、ベイロンっていうの方が重要度高いんだよ、本当に高いの。だからこそ今回の応募はね絶対逃してほしくないよね。皆さん振るって応募くださいね。で今日はね一戦だけ見ていきます。敵味方ちょっと接戦してね、抜き差しならぬ均衡したいい試合でした。で私の音響エーテルはやっぱりね瞬間火力ぶち込んでってまあいい働きしてますんで、そのあたり見ていただければねますますねベイロン欲しくなるのかなと思ってますんで、まあそのあたりをしっかり見ていただいて忘れずに応募いただければと思います。まあ今回さ外国の方もいっぱい応募してくるとは思うんだけれど、まあしょうがないね。日本の方負けず応募していただければ日本の方にいっぱいプレゼントできると思いますんで、まあそのあたりよろしくお願いします。それではですね一戦見ていきたいと思います。よろしくどうぞ。さあやっていくぞ。バトルモードはビーコンラッシュだ。マップはローマを引きました。初手はイムギで、飛んでいきます。さてと、どれぐらい味方が前に上がってくれるかがわからない。まあ、しょうがないね、来なかったら来なかったらしょうがないね。ああ善がいるのか、善と中原軍教か。これはちょっとなかなかナイスだな、その誘導ナイスだな。まあそれでも善はやっぱりあとはどれぐらいここに来てくれるかだよね。台湾大学じゃないな。壁際に来ねえのもうめえんだよなこれ。壁際に来ないでしょこれ。壁際に来るとさ壁に向かって打つと当たるんだけどさ、いやとりあえずここで打ってさ我慢していくしかねえんだよな。味方がどれぐらい来てくれるかだけど、いやなかなか減らねえなやっぱり。あーここにいるのが、いや兄ちゃん結構きついぞ。まずはこいつ一回減らして、あーなんだおい、母艦かなんか落とされた今、なんかがっつり減ったな今。あナイスだぞ、そのレブナント。まあでもねレブナントで持つかどうかだよな。このロケランかなりアンプ知ってるからさ。いやーしかもダブルで来てるぞ、これはもう全然ダメだおい。2体がいるのはちょっとダメ、ちょっと時間稼いでくれそこで、よし俺がそこで湧くから。いやこれはきついぞ、2対1はきついな。あでも一気潰してくれてるのか、ナイスだな。とにかくねここ数的、いやこいつすげえ吸って、いやーやべえぞこれは。やっぱ全然強えな、強えっつうかさ、いやこんなのね味方でさ、いやこの母艦が結構きついんだよなこれ。あーやられた、あの野郎か。誰が母艦落としてんだこいつ、全が母艦落としてんのかな、オリオン。あいつをやらねえって。いや今度は 3-1 か、やーべえ。いや 3-2 か、いやでもそれもう見入ってるから。いやなんだよこれ、いや味方とかってどこにいるよこれ。いやこの攻防ですげえキル数安全に稼がれたよ。あー大胆も負けねえか、きついな。どこ行ったっけ、あら軍教あのやふざけたことしてくれてる。やべえなこれ。いやー全か、真ん中入ってるの全だよね。
やっぱ全部こいつはやらねえとまずい、こいつはもう一気にやらねえと。あーなんだよおい、よしよし、いやあいつすげえなんかすアンプ溜めやがったな。あれオリオン使ってんのか、あれすげえさ、ボカンダブルで食らってさすげえ痛かったんだけど、あれまあちょっとその分さ味方がしっかり他とケアしてきてるからさ、まあなんとか押してはいるけれど、まあしょうがない、さっきのさ市街地攻防が一番きつかったんだろうな、他がなんかあれだからさ、いやそこ突っ込んでいくとまずいだろう、おいおいちょっとちょっとインド やるな、おシャチあるぞ、そこでもさそうだよな、まだここは中央をさ守る戦いだから、うぜえことしてくれてるなこいつ。あー弾切れたぞ、誰かやれ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 、やべここにグラビティ落とされた、今度はさ、いやあれだな、ゼンがさあいつのオリオンかなんか落としやがっただろう、すげえ減ったぞ今、いやこれもやべえ、ちょっとやべえな、やろあの野郎、俺が一気にタイタンクイーンを取っていく、そしてそこも一気に取っていく、よしダブルタイタンスレイヤー取っていく、ちょっと場所移動しないと、市街地がすっかりもう4人入られてるからさ、あの前をなんとかしないとやべえよあれ、いやナイスだな、 上飛んで牽制してくれ、中央は俺やるから、よしそしてキルオーバー消えやがった、いやそしてあーまた消えたよこの野郎、本当にあーさあやべえなあれ、とりあえずイージスぐらいは剥がすけど、あれやばい、あれあれやばい、あれ速攻でやりに行かねえとやばい、いやー目つぶしなら大丈夫だ、後ろのロケランはちょっと嫌だけどな、よしそしてこいつの一気にリフレクト張らせない、よしタイタンキルを取っていく、まあもうダメだな、後ろエーテル飛んでるからな、まあまあやられるだろう、まあいいだろう、でもまあいい、あの 3タイタンキル取れば十分、さてどこで湧く、うわあもうなんだおい機体消費激しすぎんだろおいもうこのセラフしか残ってねえのか、やべえなこれ全損しそうだぞ、さあ少しちょっと芋っていかないとしょうがねえなこれ、アドミナさんリーゴンゲージは勝ってるからさ、あとはどんだけさ我慢しきれるかだからさ、もう俺は芋るしかねえよもうこれまさかあいつ足止めて、あいつ足止める、よし止まった、止まったらもうこっちのもんだよ、でもまあ敵も随分落ちてるな、そうでもねえのか、4かまだ4いるのか、あ台湾があれか、あのミンの使ってんのか、いやしかも団子も出てきやがったな、こいつをまだこいつをやりたい、よしそこを自陣守っていけば、まあまだまだいけるまだいける、こいつのああ消えたか、ちょっと前はねほっとくとやばいよ、ああ今度は消えるか、おいうめえな、うめえというよりもさ本当よ、ああまた消えやがった、とりあえず反対側入ってあそこのビーコン変えるから、よしもういいや、もう一気に行くから、もう一気によし、そしてここを取っていく、まあ足を止めて、よし OK 止まった、こう青色になれ青色になれ、よしよしよし青色になれ、こっちのもんで敵が3後ろ下がってるっていう状態だと、もう、まあ、俺はもうダメだね、あとは味方に頑張ってもらうしかねえからな、この団子がちょっと気がかりなんだよね、やべえなこれ、ああでも大丈夫なんだよ、
フェンリル、あの竹爆フェンリルがいるでは、まあ、まあここで負けることはね、あいつも諦めてるから、よし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 、これなんか勝てそうな雰囲気出てきた、よしよしよし、敵4味方4、まあこのままのビーコンやりの取り合いだったらとりあえず勝てる、よしよしナイスだ、 GG だ、よしよし、いや音響でさ敵のタイタン3つ飛ばしたのは大きいね。さあ見ていこう、 あ2位だね、9キル3ビーコン、まあビーコンさんちょっとイマイチだったけど、やっぱ敵の前は1位か。まあでもね、前半戦はさ前とさあのの中華のこことさあの2対1、2対2で、まあ、ずっと我慢してたからね、あれが結構効いてたと思いますよ。ビーコン数は少ないけれど、全然ビーコン取りに行ってないわけじゃないからさ、まあいい試合だったと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価いただけますと励みになります。それじゃねー、またねー、じゃあねー。